足をしながら探すということもあるんですね。はい、出場例も不審による確認を行いながら一旦離脱して、そして海で溺れているここにいますというふうな合図を送ってくれました。通常の救助をする時というのはあのように分かりやすく合図などはもちろんないわけですけれども、この操作をする、操作をするというのはとても大変なことですよね。そうですね、場所が特定できないときは双眼鏡などを使いながら、操作を行います。また今日は本当に天候に恵まれていますが、実際に競技に出るときというのは悪天候のときの方が多かったりするわけですよね。そうですね、波も高かったり、気象条件が悪いときの方が、救助活動を行う可能性としては高いです。さて、この地点の1は捜索の結果、海上で助けを求めている要救助者を発見しました。これより要救助者の救助活動を実施します。もうすでにヘリコプターの外に救助しに行く方が、これはロープですか、ロープにぶら下がってあのままゆっくり降りてくるんでしょうか。機体右側に取り付けられたホイストという救助装置で、ホイスト隊員を動かさせて、要救助者と一緒に釣り上げます。今係員の方がゆっくりと海面に向かっています。ホバリングをしているとガンを下に引き下ろす風というのが少ないですね。今日はほとんど風がないのでダウンウォッシュは下に落ちるんですが、通常風があると、風の方向に、風下の方にダウンウォッシュが落ちます。今溺れている方のそばに救助に向かい、もうすでに釣り上げる状態になります。早いですね。時間の上なのでできるだけ早く救助活動を行うように心がけています。これは助ける方を今抱えているような、ちょっと抱きかかえているように見えますが、これは何か器具か何かで繋がっているんですか。器具として救助者と要救助員、救助員と要救助者はつながってはいないんですが、はい、安心していただいたり、